皆さん、こんにちは。今回は笠置静子さんについてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。歌手の笠置静子さんは、大正の初期、戦前に生まれ、様々な苦労をし、戦後はブギの女王と呼ばれました。とにかく明るい、いつも笑顔の人で、キレキレに踊っていたという記憶が当時のファンの中にはあります。その笠置静子さんの生き様が2023年後期の NHK の朝ドラで描かれています。笠置静子さんのビジュアル、名前、東京ブギウギは知っていましたが、私生活や美空ひばりさんとの確執などについては知らない人もいることでしょう。笠置静子さんは30歳の時に9歳年下の吉本英介さんと知り合い、交際に至ります。吉本英介さんとは吉本興業の創始者吉本清さんの息子です。吉本興業の御曹司です。吉本英介さんは歌手笠置静子さんの大ファンだったそうです。吉本興業の後を継がせるつもりの吉本清さんは笠置静子さんのことが気に入らなくて反対していたそうです。笠置静子さんは歌手を引退するようにと言われ、実際引退を決意しました。しかし昭和22年、もともと体の弱かった吉本英介さんは帰らぬ人となります。この時代には多くの人が患った肺結核が死因のようです。しかしその数日後、笠置静子さんは女の子を出産するのです。赤子を仕事先まで連れて行った笠置静子さんですが、服部良一さんにとびっきり明るい曲を作ってとお願いしてできた曲が東京ブギウギなのだそうです。辛い現実を吹き飛ばしたくて明るい歌を歌いまくろうという気持ちだったようです。笠置静子さんの最愛の人、吉本英介さんとの一人娘は亀井栄子さんです。亀井栄子さんは1947年6月1日生まれ、今年2024年には77歳になります。この亀井栄子さんは芸能活動などは行っておらず、プライベートなことははっきり分かっていないようです。しかし、2021年の1月にテレビに出ていたという情報があります。BS11 でお母さんである笠置静子さんのことを語っていたとのことです。母からはたっぷりの愛情をもらったと述べています。そして、歌手を辞めてからは鼻歌すら歌わなかったということも裏話として語っていました。笠置静子の孫というワードもネット上で見受けますが、亀井栄子さんにお子さんがいるのかということも全く情報がありません。笠置静子さんはブギが下火になってからは歌手を廃業します。思い切りのあまりの良さに周囲も驚いたそうです。持ち前の明るさ、軽快さ、大阪弁をうまく武器にして女優として一人娘を育てながら活躍しました。ある年代からは歌手のイメージがあまりなく、歌の上手なお笑い芸人さんで女優もやっていると思っていた人もいたことでしょう。1981年、笠置静子さんに乳がんが発覚します。そして1983年には卵巣に転移が見つかりました。その後ついに1985年都内で亡くなってしまいます。享年70でした。日劇時代は楽しかったねとつぶやいたのが最後の言葉だったそうです。自身の人生を特技を駆使して目いっぱい生き切った人と尊敬の念を覚えます。あの美空ひばりさんは菱式口笛でデビューするまで持ち歌がなかったので、笠置静子さんのモノマネをしていた時期があったといいます。子供だったのですが、そのうまさに拍手喝采を浴びてベビー笠置と呼ばれていたそうです。とにかく大人びた、とびきり歌が上手な人というイメージがあります。しかしまだ年端もいかない子供が恋愛の歌を歌うこと、大人の真似をすること自体よく言わない人も多かったようです。しかし笠置静子さんとの交流は当時あったそうです。歌の上手な美空ひばりさんを可愛がっていたのはないかと想像します。ところが美空ひばりさんがデビュー前にハワイ公演の話があり、笠置静子さんはその1ヶ月後の予定だったといいます。美空ひばりさんは持ち歌がほとんどない中、笠置静子さんはハワイで先に自身のブギを歌われては困る
と武技を禁止しました。それでもやはり歌ったのでしょう。そのため笠置静子さんの方が美空ひばりさんの歌を真似ていると認識されて大層気分を害したと言われています。しかしながら後に和解したとの情報があります。笠置静子さんの生涯を描く朝ドラブギウギが2023年10月2日から放送されています。主役は女優の朱里さんです。俳優の水谷豊さんとキャンディーズだった伊藤蘭さんの娘さんです。笠置静子さんといえばブギですから、よく通る声、軽やかなリズム、ダンスなど演じるのは大変ではないかと思われます。そんな朝ドラの主人公のモデルとなった笠置静子さんの来歴を見てみましょう。笠置静子さんは1914年8月25日生まれ、香川県大川郡相生村の出身です。本名は亀井静子と言います。小学校を卒業後、宝塚音楽歌劇学校を受験しました。歌と踊りは合格ラインに申し分なかったのですが、身長が低いこととかなりの痩せ型体型だったことで不合格となってしまいます。同じ年に松竹楽劇部養成所に合格しました。この時の芸名は三笠静子と言いました。その後改名し笠置静子と名乗るようになります。それから松竹歌劇団 OSK に入り、作曲家の服部良一さんと出会ってからは組んでジャズを歌うなどしていました。映画の主演も務めましたが、戦争で歌手などの活動の場は狭くなる一方だったそうです。それでも慰問などに精を出し歌うことを続けます。そして戦後はほとんどの曲を作っていた服部良一さんとのコンビで、東京ブギウギの大ヒットからブギモノを次々に歌います。買い物ブギ、大阪ブギウギ、名古屋ブギなど、終戦直後に明るく希望を膨らませるような曲たちはこの時代に元気と勇気をくれていたのでしょう。そうしてだんだんと高度成長へと誘われていきました。最初に歌われたのは大阪の梅田劇場でした。それまで歌手とはじっとマイクの前に立って歌うものだというのが当たり前の世の中でした。しかし笠置静子さんは舞台の上で踊りながら歌うという派手なアクションでパフォーマンスをします。今では当たり前の光景であるステージで踊りながら歌う歌手の一号なのではないでしょうか。ちなみにブギが下火になった昭和32年に歌手を廃業して、芸名も笠置静子から笠置静子に改名します。NHK 朝ドラ「ブギウギ」ではヒロインの花田鈴子、後のスター歌手福来鈴子の波乱万丈の人生を描くストーリーとなっています。朱里さん演じる鈴子のモデルとなる笠置静子さんの娘は亀井英子さんという方です。前述の通り、亀井英子さんの父親は吉本英介さんという方です。今ではお笑いのエンタメ会社としては頂点に君臨していると言っても過言ではない吉本興業の創業者の吉本泰造の次男という御曹司でした。ちなみに母親の吉本清さんは朝ドラ「わろてんかん」のヒロイン藤岡天のモデルになった方です。笠置静子さんと吉本英介さんが出会ったのは1943年でした。笠置静子さんは1927年の13歳の時に松竹楽劇部に研究生として入団し、少女歌劇の舞台でデビューしています。1934年には恋のステップで歌手デビュー後、徐々に歌手として人気を集めました。また服部良一さんと出会ったことがきっかけとなり、スイング歌手として厳しいレッスンを受ける日々が続きます。その後服部良一さんが作詞作曲した「ラッパと娘」で人気を獲得し、スイングの女王と呼ばれるようになります。吉本英介さんと出会った1943年は世界第二次大戦が激しくなってきた時期で、笠置静子さんの歌は適正音楽とみなされ弾圧されるようになり、表舞台から離れて地方巡業の日々を送っていました。そんな中、吉本英介さんは笠置静子さんの大ファンだったことから、知人を通じて名古屋で2人は知り合いました。笠置静子さんは当初9歳年下だった吉本英介さんを恋愛対象に見ていませんでしたが、ほどなくして2人は交際をスタートさせます。1945年には
笠木静子さんが京都の巡業中に東京大空襲で三軒茶屋の自宅が焼失します。市ヶ谷にあった吉本英介さんの自宅も焼けてしまい、二人は知人の家で一緒に暮らし、この期間に二人の愛がさらに深まったと言われています。吉本英介さんは静子さんとの結婚を意識していたそうです。ところが二人は簡単に結婚できない状況でした。というのも、前述の通り吉本英介さんは吉本興業の跡取り息子として期待されていたからです。笠木静子さんとの交際、結婚を母親の吉本清さんが反対していています。もともと体が弱かった吉本英介さんは芸能の仕事に専念したかったということもあり、終戦の翌年である1946年の昭和21年に早稲田大学を中退しました。二人は東京に暮らしていたのですが、体が弱い吉本英介さんのことを考え、万が一何かがあったら実家に申し訳が立たないと、笠木静子さんは実家の大阪に帰るように勧めていました。多忙な吉本英介さんは、なかなか実家の大阪に帰れませんでしたが、ようやく大阪に戻った直後でした。笠木静子さんは吉本英介さんの子供を身ごもったのです。二人の結婚を大反対していた英介さんの母親の清さんは、妊娠をきっかけに態度は軟化していきます。その結果、翌1947年3月に吉本家の財産の整理が終わるので、その時に結婚と子供を認知して入籍することで話はまとまっていました。笠木静子さんは1947年2月の公演日劇フェスティバル少女ズカルメンに主演を演じて引退するつもりでした。ところが吉本英介さんが肺結核を患い東京に戻れなくなります。笠木静子さんも臨月の身重で大阪に行けず会うことができませんでした。そんな中、なんと吉本英介さんの訃報が届きます。子供の出産直前10日前でした。訃報を知った時、笠木静子さんは産婦人科に入院していました。その時のショックは大変なもので、その場に泣き伏せてしまったそうです。その後、静子さんには一人の女児が誕生します。初めての出産なのに身寄りが誰もいない心細い中での出産でした。生まれたのは女の子で、英子と名付けられました。実は吉本英介さんの遺言で、男の子だったら映像、女の子だったら英子と名付けるという遺言だったそうです。笠木静子さんの本名は亀井静子さんなので、娘さんの名前は亀井英子さんです。ということで、シングルマザーとして亀井英子さんを育てていくことになります。ちなみに、籍を入れて認知をする前に父親の吉本英介さんが亡くなってしまったことから、英子さんは非摘出し、俗に言う私生児になってしまい、晩年には笠木静子さんはそのことを非常に残念だと語っていたそうです。また吉本家から英子を引き取りたいと言ってきたそうですが、その申し出を断り、自分で育てることを決めます。笠木静子さんはほどなくして恩師である服部良一さんに、愛する娘のために芸能界にカムバックするためふさわしい歌を作ってほしいと頼みました。服部良一さんはこの静子の言葉を受けて作った曲が東京ブギウギでした。昭和22年に年末に発売された東京ブギウギのレコードは大ヒットとなりました。この歌のヒットにより、日本中にブギウギブームが到来するのでした。笠木静子さんは赤ちゃんだった英子さんをあやしながら懸命に仕事に打ち込み、英子さんを育てていたとのことです。東京ブギウギの大ヒットで人気スター歌手となった笠木静子さん、1949年には東京財務局が発表した毎年度の著名人の高額納税者のトップに次いで2位となり、女性のトップになりました。そして1952年には NHK の紅白歌合戦に初出場し、翌年2度目の出場で赤組の大トリを務めるなど、順調に活躍を続けていきます。そんな折、娘亀井英子さんの誘拐未遂事件がありました。1954年、笠木静子さんに脅迫状が届きました。内容は、天神橋下に6万円を置け、さもないと一人娘を殺すという内容でした。当時サラリーマンの1ヶ月のお給料は約1万円だったので、それほど高額ではないものの、娘が対象ということすぐに警察に連絡がなされます。その後、犯人から区会の連絡があり、
警察はその声をテープレコーダーに録音しました。静子さんのマネージャーが犯人の指定した場所でお金を渡すタイミングで刑事たちが無事に犯人を捕らえました。娘には幸い被害はなかったものの、恐ろしい思いをした笠木静子さん。犯人は30歳の無職の男で、結婚を考えていたが失業の浮き目に遭い、金が必要になり犯行に及んだそうです。当時芸能人や富裕層を狙った身代金目的の脅迫、誘拐事件が多くなってきていた時期でした。いかがだったでしょうか。今回は笠木静子さんについていろいろと調べてきました。亀井英子さんは一般人のため、これまで情報はほとんど出てきませんでした。ですが前述の通り SNS の投稿から2021年にテレビの取材を受けていたことも分かっています。実は笠木静子さんにフラワーデザインをやっていきたいと相談した亀井英子さん。笠木静子さんは花は添え物だからまずは洋服を勉強した方が良いと言われ、服飾デザイナーの田中千代先生のところで勉強しながら真美川崎フラワーデザインスクールに通っていました。卒業後はフラワーアレンジメントを学ぶために渡米します。当時の日本には西洋風のアレンジメントが少なかったそうですが、リル・ヒクソンズスクールを卒業しディプロマを取得しています。その後亀井英子さんはシカゴで1年間フラワーショップに就職し修行をしていました。そのままアメリカで働こうとしたのですが、母親の静子さんからそろそろ帰ってこいと言われて帰国したとのことです。帰国後に大手ホテルのフラワー業に従事されていました。個人アトリエジャルダン・デ・フルールを経営していた過去もあったそうです。そんな亀井英子さんは今回のドラマをきっかけに再びメディアの取材を受け、ご健在であることが分かっています。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をお願いします。